どうも、国おです。えっ、ー、と、2020年の6月の23日、えー、火曜日の夜になっております。本日は、ビヨーンズ、雨の森、川海、前田心ちゃん、にえ、にえだって、失礼。18歳のバースデーを迎えておりますね。えっ、ー、と、本日は前田心ちゃんを振り返る、そんな動画にしていきたいと思っております。国、え、お、ー、チャンネルの方は引き続きなんですけど、毎日のようにハロプロのお話というのは繰り返す、そんな傾向がございます。皆さん、ぜひチャンネル登録の方もお願いします。 じゃゃあ今日どんんななこことととををお話話ししししてていいいくかうがら進めていきますますすず前田コポルちゃんですね、えー、と僕自身が見てきている研修生の頃からというところどんなふうな感じで今までヒストリーがあったかというところまあできればベリ,ベリーズじゃないやビヨーンズが、えー、とデビューする前までというところでお話ししそしてビヨーンズになってから今日までどんな感じかというところもお話しし。 そして最終的には、前田心ちゃんね、今後どんな風な感じになっていくのではないであろうかというような、まあ、ここは予測ですね、えーと。そういった形でお届けしていきたいと思っております。では早速行ってしまいましょう。前田心ちゃん、2002年6月23日生まれということです。 研修生時代、まあ、いわゆるモーニング娘のオーディションというところに2度ほど落選というまあ、ことですよね。でもとはいえその後研修生に入っていく、ある種ハロプロではパターンかもしれませんね。えっとそのパターンの中にいるのいて、そして今あービヨーンズのある種もうねメガネの男の子で、えっと、ドセンターに行ったというのが前田心、そんな感じでいいと思っております。 ね、えっ、ー、とぜ実際研修生の実力診断テスト4回出ておりますどんな風な曲を歌っていたかということを簡単に振り返ってまいりましょうまず1年目の15年2015年は、えーと「好きな先輩」もうねこの「好きな先輩」はどっかのグループに入るたびに若い子たちがどんな感じで歌うかなんていうのが楽しみでありますまずその曲を歌っておりました <laughs> ものすごく可愛かったですで16年これ「ショック」ねキュートね前田心ちゃんは「 キュートは、ね、非常に思いい入れ深いのでしょうまあある種ビタミンミ e なんていうねあの今年あんまりあのジュースの方見ないんですけど <laughs> あの <laughs> ザワンというジュースのータイアップ的な CM があったんですよねで CM はそのツイートしないと見れない特典映像なんかでこのこういったようなジャージを着ていたりしてキュート愛が長く続いています。まあ、理由はおそらく簡単で 本人が最初に帯同した研修生時代に帯同したあ先輩グループということですねもう回数も2度3度ではありませんもう何度もでしたですのでそういった意味での思い入れというのが後にハロープロに入ってからできてきたそんな感じなんだと思っておりますまあもちろん尊敬もしているでしょうねでこんなそんな感じでちょっとショックなくなりましたけどショックという曲歌っておりましたまあ僕がキュートの15周年の動画のところでも重要な曲だよと言っている曲ですよねえ <laughs> まあそんな感じで2017年では「好きすぎてバカみたい」これは、まあ、我らが松浦やもう松浦ちゃんも誕生日すぐですけども所属するデフディバですねデフディバの曲を歌っておりました、ね、そして18年は「シルバーの腕時計」まあ、シルバーの腕時計も本人やっぱりモーニング娘。受けたというのもあったのかもしれないけども後の去年ですよね誕生日イベントなんていうところでもセレクトされて。 まあ比較的本人が気持ち入って歌ってる曲なんじゃないのかななんてことが推測取れます、まあ、研修生時代こういった曲の並びというところもありましたけど、まあ、本人がアルバム研修生のアルバムというのもありましたからねそこでも歌声というのは披露できていて当時はやっぱり女の子の声なんですよね。 女の子の声で自分のところ、僕は少しこのメロディーを落とすところに不安定さがあるっていうような印象がありました。比較的、えー、と高音の伸ばすところも、まあ彼女特有のなていうか動きのある声になるところがあるんですよね。で、その落ち着かせるところというので加工のところがなかなか難しい苦戦していたんじゃないのかなというのが前田心のこの実力診断を歌っていた時期というような感じで、まあ僕の印象ということですね。 で演劇の面少しし触れておきましょうもう僕ね彼女この僕たち可憐な少年合唱団、ね、これビヨンズと決まる1年ぐらい前のね、えっと、演劇女子部なんですけどこの時に2グループに分かれてやっていたんですが、まあ、多くのその時の出ていた人たちというのはビヨンズに入りまだ研修生で頑張っている山田一五とかねそういう子たちもいますけど比較的僕この中で。 ドセンターというか、主役というか、を取れていたのが前田心だったと思っております。かっこよかったですし、なんというか、リーダー役、少し。 天然的なものが入っているリーダー役みたいなのの原型っていうのはここでできたのかななんて思いますねそんなに前田ル天然じゃないんですけどねそういうような、えー、とキャラクターの割り振りができる、まあ、メガネの男の子以降というところのビヨンズに入ってからできるようなところそれがあ研修生時代の後期にはもう確立していたように見えておりましたもう素晴らしいこの演劇なんで是非見ていない方は見ていただきたいななんて思います ね、そんな感じで研修生時代というのは僕見ておりましたさあそしてビヨンズに入ってからというところに行ってみましょうビヨンズに入ってからはもうこのメガネの男の子もそうなんですけど最初雨の森川森 <laughs> 川森森川川だってちくしょう雨の森川を海でうんとまあこれは前ここだけに限らず他のメンバーも比較的全員そうなんですけど。 この曲に代表されるようにそしてメガネの男の子でももう男の子ですからね前ここは男の子役が劇的に多くくなっていくんですねで彼女の声質ももともと女の子声だと僕は思っていたんですけど比較的というかもう8割ぐらいじゃないですかね男の子声の役割を多くこなしていくことになります。 まあこれはビヨンズ入ってからでもタイムリピートというね、えー、とジュースとジュースと一緒にやった、えー、演劇女子部の演技でも彼は男男性役というところになりますし比較的そのイケメン系なんて言われているのをネットで調べると前田てイケメン系でで出てくるんですよねで。そういうところにつながる本人のキャラクターというのが確立されているというのが2020年までなのかなというふうに思います。 ただ僕中身は至って可愛い女の子で少しシャイなところ少し謙虚さとは違うまだシャイかな謙虚さもあるんでしょうけどねそういうようなところを見え隠れして、えー、まだ女性像の前田心というのを出す手前そしてメンバーと一緒に何かをやっている時にも一番で、ね、自分が行こうっていうんじゃないところこれこれは遠慮配慮というようなところではなくまだシャイっていうようなことなんだろうなっていう。 この辺は皆さん様々な映像をビヨンズで見ていただけるとお気づきになるところもあるんじゃないかななんてそんな風に思っていますさあじゃあそんな形で前田心ここまで駆け足で、えー、お話ししてきましたけどねインスタライブ今日ねありましたね今後というお話をするところで言ったら貴重でしょう本人の18歳のインスタライブどんな感じだったかというところを触れましょうまあメンバーからのシーブルーそれにあしらう近寄らせる そういう気持ちがあったかどうは分かりませんけど女の子っぽいねワンピース的な服装でね、えー、いきなり本人が喋らされる中での台本があったかどうかといったらかなりフリースタイルだったような気はしていますけど、ね、山崎ゆはねちゃんがサインを書いているというようなこともお話しし何人か、ね、インスタライブの方にもそれこそ宮崎ゆかちゃんなんていうのも、ね、見に来ているなんていう状況でありましたね佐々木梨香子ちゃんもでしたねそんなような感じでした。 えー、比較的、あのー、バースデーイベントというところがないメンバーは当日の6時ぐらいですかインスタライブやるというのがなんか最近は恒例になってるのかなというような気がしますねグッズ紹介なんかもしていまして、まあ、インターネットの方で見れますんでそのグッズなんていうのは見ていただいたらいいかなと思っております夏らしい女性が使えるもの最近多いですねそういうようなのがあ,あしらわれていたそんな感じでしょう さささあさあさあじゃあ前田心ちゃん今後どういうふうになっていこうかという僕なりの考え方見立てなんていうちょっとここ偉そうですけど、えー、と歌の意味でしか多分僕は言えないと思うのでそこのお話をしていきたいと思っております。えー、と声質ののところさっきの話に戻ります男性的な声というところを発生しているせいなのか本人が安定している真ん中の位置というのを少しボトムの低いところに持ってきている印象があるんですよね。 そうなると本人の声というので歌えるパートというのがアイドル曲だとと幅広いというわけでではなくなくくってくるんですねただちょっと冒険活劇まではいかないですけど何というか寸劇じみていく美容の曲の中で言うと間違いなくパート持ち場というのはあるそういうような感じだと思います。 なので前田心ちゃんが役割役振りをこのまま男性的なところに与えられていくのであればあそこの声というのの力強さというのが増していくんであろうそういうふうに思っておりますね。そして女性的なパート僕はこれ聞いてみたいんですけど、まあ、特にバースデーですからねバースデーイベントなんていうところではやってくれる可能性がとても高かったと思っております。 で女性的な声で歌を歌っていただけるというところであれば去年のバースデーイベントで松浦彩ちゃんの曲を2曲選んでおりました「まあ、ラブチャンス」「白馬に乗った王子様系」ですねあと「ザ・美学で」ですでこの曲非常に素晴らしく可愛い方面の歌い方ではあるんですけれども透き通らせていく声これ挑戦してみるといいかなというところを少し思う節がありまして、まあ、僕「100回のキス」なんていう曲あと「 ラブ涙色この時期としては松浦井ちゃんも1年目でしたねの時にトライしていた曲で本当に難しい歌唱テクニックじゃなくしっかりリズムビートは刻みながらなんですけどクリアな声で歌える曲だと思うんでこんなような曲を歌う前田心ちゃん見てみたいな聴いてみたいななんてことをそんな風に思うのがなんとなく去年のバースデーから今年につながる今につながるイメージでございます。ここにははメリットが一つありりますやはり 何か役割ですよねもう与えられていたらそこの声というところをどんどん出していきそれが自分の武器になるとてもいいと思います前田心ちゃんの持っている声というところを正し抜けばです僕は前田心ちゃんの持っている真にある中心にある声を聞くためには 松浦愛ちゃんの初期の曲なんていうのがよろしいのじゃないのかなそんな声が聞きたいなそんなことを思い未来の18歳の1年間ですね、えー、を応援していったりお話をしていったりそんなことしたいなと思いましたってな感じで本日は前田心ちゃん「ビオンズ雨の森川上」について振り返ってみましたえー、とここにちょっと飾っているのは前田心ちゃん去年のバースデーイベントの配られたカードと僕この直筆の <laughs> ね、サインのグッズが当選しておりましてこんなものもここに展示しているというような感じでございますねもう長く見てきた感じがありますがまだまだこれからです前田心ちゃんのこれからをみんなで楽しみに応援していきましょうでは国オチャンネル今日はこの辺にいたしますまたね